平治の乱。平治の乱は、平安時代末期の平治元年12月9日、1160年1月19日、陰近神羅の対立により発生した政変である。方言元年、1156年の方言の乱に、勝利した、後白河天皇は、同年古く月に、方言神聖と呼ばれる、代替わり神聖を発令した。九州の地は一人のありなり。 王命の祖と、何ぞ私、脅しを施さんと、大脅し層を強く宣言した。この申請は、荘園制リレーを主たる内容としていた。トバイン世紀は全国に多くの荘園が形成され、各地で国務の遂行をめぐって紛争が起きていた。この荘園制リレーは、その混乱を収集して、全国の荘園、公領を天皇の統治下に置くことを意図したものであり。 小園公領制の成立への大きな契機となった申請と評価されている。その国政改革を立案、推進したのが、小白川の側近である新税であった。新税は改革実現のために、記録書を設置する。長官である情景には大納言、三上公共が、就任、実務を担当する弁官からは、宇宙弁、藤原おも味方、左小弁、源正より、 右昌弁、藤原敏則、新税の着手が起用され、その下で21人のうどが、昌園領氏から提出された文書の審査、本所官の総論の裁判に当たった、後白河が、安守であるという新税の言葉は、この記録書のうどだった、清原頼成が、九条金金に後年語ったものである。さらに、代理の復興にも着手して、方言2年、 1157年10月に再建した。その直後にも、新たに、申請30カ条を出し、くじ、行事の整備、官人の後期粛清に取り組んだ。この過程で、申税とその一族の対等は目覚ましく、公開中中の女を母とする、年則、定権は、弁官として、父とに実務を担当する一方で、きにい、後白河の乳母を母とする、政賢。 おさむ県はそれぞれ東東美、美野の受領となった。新勢自身は方言の乱で廃止した藤原頼長の所領を没収して御印料に組み込み、自らはその預かり者になるなど経済基盤の確保にも余念がなかった。国政改革推進のため、新勢は平の清盛を攻撃する。兵士一門は北面武士の中で最大兵力を有していたが、 乱後には清盛が、針間守る、頼森が、秋守る、乗森が、淡路守る、常森が日立之助と兄弟で四カ国の受領を占めて、さらに勢力を拡大した。また、荘園整理、召喚、百姓の取締り、新人、悪僧の統制、戦乱で荒廃した、京都の治安維持のためにも、兵士の武力は不可欠だった。山和守に、 平本盛が認じられたのも、兵士に対する期待の現れと言える。大和は、幸福寺の所領が充満していて、これまで、国権をしようとしても、新人、悪僧の抵抗により、ごとく失敗に終わっていた。清盛は武力を背景に、国権を断行する一方、自社勢力の特権もある程度は、認めるなど柔軟な対応で、大和の治療国支配を行った。さらに清盛は、 多宰第二に就任することで、日宋貿易に深く関与することになり、経済的実力を高めた。新勢は、自らの子、政権と清盛の女、後の加算の院権宮美室の婚約によって兵士との提携を世間にし、改革は順調に進行するかに見えた。しかし、ここにもう一つ別の政治勢力が存在した。美福門院を中心に、東宮。 主人の擁立を図るグループ二条申請派である。美福門院は、芝法王から、荘園の大半を相続して、最大の荘園領主となっており、その意向を無視することはできなかった。美福門院は、かねてからの念願であった、自らの養子、主人の即位を神税に要求した。もともと、後白河の即位は、主人即位までの中継ぎとして実現したものであり、神税も、 美福門院の要求を拒むことはできず、方言三年、1158年8月4日、フッツとフッツとの表情、平反期すなわち西と美福門院の協議により、後白河天皇は主人神皇に上位した二条天皇。ここに、後白河陰性派と二条神聖派の対立が始まることになる。二条神聖派は、藤原教衆、二条の叔父、藤原おもん味方、 二条の入兄弟、記録書の弁官の一人が中心となり、美福門院の支援を背景に、後白川の政治活動を抑圧する。これに対して後白川は、この絵天皇九神により突然行為を継いだこともあり、頼れるのは親税のみであった。しかも、親税自身ももとは、蕎麦法王の側近で、美福門院とも強い関係を有していることから、状況は不利であった。後白河にとっては、 自らの陰性を支える謹慎の育成が急務となった。そこでも白川は、武蔵守、藤原信頼を抜擢する。信頼は、方言2年、1157年3月に、武近県中将になると、10月に、倉人党、翌年2月に、三義、皇后宮、県領、8月に、県中納言、11月に、ケビーシベットと急速に昇進する。 もともと信頼の一門は、武蔵、道の区を、治療国としており、両国と深いつながりを持つ源義友と、連携していた。92年、1155年8月に、源義平、義友の長男が、叔父の義方を滅ぼした、武蔵国大倉合戦においても、武蔵守であった、信頼の支援があったと推測される。年、1158年8月に、 後白川委員長が解説されると、信頼は、委員の軍馬を管理する、馬屋別党に就任する。義友は、宮中の軍馬を管理する、左馬党であり、両者の同盟関係は、さらに強固となった。義友の武力という切り札を得た信頼は、自らの妹と摂関家の着し、元ザネの婚姻も実現させる。摂関家は、方言の乱によって、忠実の治療国。 よりの所領が没収された上に、家人として、荘園管理の武力を担っていた。源のため吉良が処刑されたことで各地の荘園で、紛争が激化するなど、その勢力を大きく後退させていた。混乱の収集のためには大体の武力が必要であり、吉友と密接なつながりのある信頼との提携もやむを得ない、ことであった。後白川の謹慎としては他にも、藤原成親。 藤原家成の三ラインや源の諸中が加わり、陰性派の陣容も整えられた。ここに、新勢一門、二条新政派、五白川陰性派、平氏一門というグループがそれぞれ形成されることになった。平氏物語では、信頼がこの偉大賞を希望して、新勢が断ったために確執が生まれたとする。しかし、区間賞にはその話は見えず、 大将に認じられるのは、陰近心の身分では、常識的に無理なことから事実かどうかは疑わしい。親税一門の政治主導に対する反発が、平時の乱勃発の最大の原因と思われる。二条新政派とも白川陰政派は互いに激しく、対立していたが、親税の排除という点では、意見が一致し、親税打倒の機会を伺っていた。一方、清盛は、自らの娘を、 新勢の子、政権に嫁がせていたが、信頼の着手、信雄にも娘、後の藤原高房室を嫁がせるなど、両派の対立では、中立的立場にあった。平治元年、1159年12月、1160年1月、清盛が熊野三景に赴き、京都に軍事的空白が生まれた隙をついて、阪神勢派はクーデターを起こした。12月9日、 深夜、藤原信頼と信頼に同心した武将らの軍勢が、隠語所、三条殿を襲撃する。信頼らは、五白河上皇、上西門院、五白河の道母姉の身柄を確保すると、三条殿に火をかけて逃げる者には容赦なく、矢を追いかけた。警備に当たっていた、大江や中、平安ただ、一般官人や、女房などが犠牲となるが、新勢一門はすでに逃亡していた。 信頼らは、御白川と、上西門院を二条天皇がいる代理内の一本、ご書書に移して、軟禁状態にした。ただし、区間照には御白川は、杖参らせてとあり、信頼は一本ご書書に、御白川を用したとも返される記述をしている。御白川を乗せる車は、源の諸中が用意し、源の茂成、源孝樹、源君が護送した。源の孝は、 美福門院の県人、現候補の老いであり、京都の治安を預かる、ケビーシベットは藤原おもん味方であることから、クーデターには二条申請派の同意があったと推測される。翌10日には、新税の子息、年寄、定権、政権、治む権が捕獲され、22日に全員の配慮が決定した。13日、新税は山城国田原に逃れ、 途中に埋めた箱の中に隠れたが、発見されて掘り起こされる音を聞き、喉をついて自害した。三つ康は、新勢の首を切って、京都に戻り、首は王子を渡され、獄門にさらされた。新勢が自害した、翌日の十四日、代理に二条天皇、後白河上皇を確保して、政権を掌握した信頼は、臨時時目を行った。こので、源の義は、 ハリマ・る弱子、頼朝は右、兵衛健介となった。平治物語は、信頼が、この偉大章になったとするが、具関章にその話は見えない。藤原恒みはこの地目について、人を多く殺した者が官位を得るなら、なぜ三条殿の井戸に官位をやらないのかと皮肉ったと言う。信頼の政権奪取には、大半の貴族が反感を抱いていたが、 二条新政派も、吉友の武力を背景とした、信頼の独断選考を見て、密かに離反の機会を伺っていた。その最中、東国より兵を率いて馳せぼった、源義平は直ちに清盛の帰路を打ち取るよう、主張したが、信頼は、その必要はないと退りけた。信頼にしてみれば、着難、信近と清盛の女の婚姻関係により、 清盛も自らの協力者になると見込んでいた。清盛は、木の国で、京都の異変を知った。同転した清盛は、九州へ落ち延びることも考えるが、紀伊の武士、湯浅宗重や熊野別党、深祉会の協力により、十七日帰京する。帰京までに、伊藤可月が、立田正しなどの意が、伊勢の老党が合流した。一方、吉友は、 クーデターのためオ密裏に少人数の軍勢を集めたに過ぎず、合戦を想定していなかった。京都の軍事バランスは大きく変化し、信頼の優位は揺らぐことになる。新勢と親しかった内大臣、三条公共は信頼の専王に、憤りを抱き、清盛を説得するとともに二条新政派の教習、おもん見方に接触を図た。二条新政派にすれば、 新勢打倒を果たしたことにより、新平ら白川院政派は、用済みとなっていた。公共とおもんみ方により二条天皇の、六原行行の計画が練られ、藤原忠明、新勢のいとこ、おもんみ方の義兄弟が密命を帯びて代理に、参入する。二十五日早朝、清盛は、新大に名簿を提出して、教順の意を示し、向こうに迎えていた信近を繰り返した。 信頼は清盛が味方についたことを喜ぶが、義友は信近を敬護していた、清盛の老党、南馬常久、立田志保、平森信、伊藤影綱が、一人当選の武者であることから危惧を抱いたという、古事談。ただし同書は十八日のこととする。二十五日夜、おも味方が、後白河の元を訪れて二条天皇の脱出計画を知らせると、後白河はすぐに、 忍な寺に脱出した。日付が変わって二十六日中四国、午前二時、二条、天皇は代理を出て、清盛の屋敷である六原と移動する。藤原成より、おもん味方の弟がこれを触れて回ったことで、苦行、初代部は続々と六原に集結する。信頼と提携関係にあった、石管家の忠道、元座根フ氏も参入したことで、 清盛は一気に官軍としての体裁を整えるに、いたり、信頼、義友の追悼戦時が下された。二十六日早朝、天皇、上皇の脱出を知った、後白河陰性派は激しく動揺し、義友は、信頼を、日本第一の不覚人と罵倒したという。信頼、成地下は、義友と共に武装して出陣するが、源の諸中は、 保身のため三種の人義の一つである内司書、心境を持ち出して逃亡した。信頼側の戦力は、三条度の襲撃に参加した源友、源義朝、源重成、源康紀、源、君、神勢を追武した、源の三つすらの根性軍であった。義朝配下の軍勢は、四足の義平、友長、頼朝、叔父、義高。 信濃源氏の平賀義信などの一族、鎌田正明、後藤サネ元、佐々木秀吉などの老頭により形成され、義友の勢力基盤である関東からは、三浦義澄、カズ広常、山内須藤氏などが参戦したすぎなかった。義澄は、義平の叔父、広常は義友を養い気味として擁立していた、カズ氏の着手、山内須藤氏は、源氏不代の家人であり、いずれも、 義友と個人的に深い関係を有する武士である。方言の乱では国家による公的な動員だったのに、対して、今回はクーデターのための恩密裏の召集であり、義友が組織できたのは、私的武力に限られ兵力は緊張だったと推測される。清盛は代理が戦場となるのを防ぐために、六原に敵を引き寄せる作戦を立て、着難。 重森と弟、頼森が出陣した。平時物語では、重森と吉平が体験門で一騎打ちを繰り広げ、五所のうこんの立花、左近の桜の間を七度も吉平が重森を追い回した。頼森が退却中に敵に追いつかれそうになり、十代の名刀、抜け丸で辛くも撃退した、というエピソードが出てくるがこれらは話を盛り上げるための創作と思われる。この時、 陽明門を警護していた、源の三ツ安、後期は、門の守りを放棄して願えるが、三ツ安は、美福門院の家人で、政治的には二条神聖派であり、神税打倒のため信頼に協力していたに過ぎなかった。また、平時物語は、源の頼政が味方につかなかったとするが、もともと頼政も、美福門院の家人であり信頼、義朝に従属する立場ではなかった。 平士軍は予定通り退却し、戦場は六原近辺へと移った。吉友は決死の覚悟で六原に迫るが六条変わらのであえなく敗退する。吉友は平士軍と頼政軍の攻撃を受け、山内須藤と道、片桐圭栄らが必死の防戦をする間に戦場から脱出した。藤原信より成地は、 忍なじの里市政法親王のもとへ出頭した。清盛の前に引き出された信頼は、自己弁護をするが、新税殺害、三条度の襲撃の首謀者として、処刑された。成地下は、重盛室の兄という理由で除名され、開官されるに止まった。逃亡していた諸中は、心境を手土産に、六原に出頭するが、処罰は厳しく、下谷国への配慮が決定した。 吉友は東国への脱出を図るが途中で頼朝と、はぐれ、友もらが、吉高を失い、12月29日終わり国内会、総寺、長田忠宗の屋敷にたどり着いたところを、鎌田正明と共に殺害された。吉友と聖清の首は、正月9日、京都で獄門にさらされた。吉平は18日、南波常房の老頭。 立花の都綱に捕らえられ、二十一日、六条、河原野で処刑される。頼朝も二月九日、頼森の老頭、平創政に捕まりやはり処刑されるところを、清森のまま母、池前儀の単願で除名された。この背景には頼朝が若年であったことに加え、彼がすでに、上西門院の蔵人を務めていたため、上西門院とその近親である、厚田大宮治家、 頼朝の聖母が、厚田大宮寺家の出身であり、頼朝自身も厚田神宮で生を受けたが、大賢門院、後白河上皇、上西門院の母近親家出身の池前二に,に、働きかけた可能性が考えられる。義友と行動を共にした、源の重成、君も、滅亡の運命をたどり、ここに、後白河陰政派は事実上壊滅することになる。 合戦の終息した十二月二十九日、恩賞の樹木があり、より森が、おわり神、しげ森が、いよ神、むね森が、とうとうみ守る、のり森が、こしなか守る、つね森が、いが守るにそれぞれ認じられ、兵士一門の治療国は、乱の前の五カ国から七カ国に増した。同日、二条天皇は、美福門院の八条殿に行行し、清森が敬語した。 翌英略元年、1160年正月、二条は、この天皇の皇后だった藤原マスコを受代させ、自らの権威の安定に努めた。実権を握った二条神聖派の教習、おもんみは、小白川に対する圧迫を強めることになる。正月6日、小白川が八条、堀川の藤原明長邸に身行きして、佐敷で八条王子を見物してたところ、 堀川にあった材木を、外から打ち付け視界を遮るという嫌がらせを行った。ゴ白川は激怒して、清盛に、教襲、おもん味方の捕獲を命じ、2月20日、清盛の老頭である、藤原忠清、源一長が二人の身柄拘束、ゴ白川のが安全に引き据えて、拷問にかけた。貴族への拷問は、免除されるのが慣例であり、ゴ白川の二人に対する、 憎しみの深さを表している。教習、おもんみ方の失脚の理由としては、新税殺害の共犯者としての責任を追求されたことによるものとみられる。2月22日、新税の死息が帰境を許され、入れ替わりに3月11日、教習側は、おもんみ方が長とに配慮された。同日、諸中、よりとも、紀に。 よりともの同母帝もそれぞれ入る先に下っていった。六月には、新勢の首を取った、現候補とこの構想が、無本の疑いで、薩摩に入るされ、十四日、殺害された。新勢打倒に関わった者は、小白川院政派、二条新政派を問わず、政界から一掃された。小白川上皇と二条天皇の対立は、双方の有力な帝心が共倒れになったため、 昇降状態となり、陰、内、猿死後つ同時を心にて、具干渉とあるように二等政治が行われたが、乱勝利の最大の貢献者である清盛は、どちらの派にも組みすることなく慎重に行動した。兵士一門は、院長別等、左馬つか内蔵量などの養殖を占め、政治への影響力を増大させた。兵士の治療国も、平家邸が、畜を守る、 藤原義盛が、生き守る、秋守る、源委長が、木神となるなど、一門だけでなく、老党にも及びその経済基盤も他から抜きんでたものとなった。さらに多くの軍事貴族が戦乱で淘汰されたため、京都の治安維持、地方反乱の鎮圧、荘園の管理の役割も、兵士の独占するところとなり、国家的な軍事、警察権も事実上掌握した。 清盛はその経済力、軍事力を背景に朝廷における武家の地位を確立して、英略元年、1160年6月に、正参位に上され、8月に3議に任命され、武士で初めて苦行、犠牲官の地位についた。やがて一門からも、苦行、天上人が輩出し、平氏政権を形成していったのである。近年になって、内介が、平物語では、 後白河上皇、二条天皇は、藤原信頼に押し込められたことになっているが、具官省では二条は、取り参らせ、後白河は、末参らせと区別され、後白河が拘束を受けたとは書かれていないこと。供養部人によれば、新勢の子、年寄の,の入る先の変更、越後国阿波国が、新来一派の壊滅後の翌年正月行われている。 入るを命じた信頼らが無本人として撃たれても、神勢一族への処分は取り消されていない。2月になって斜面が出されることなどを挙げ、藤原信頼の神勢殺害は、後白川の命令によるものであったとする説を提示している。同説ではそもそも、賭場法王が後継者として指名したのは二条天皇で、あり、後白川は、 その即位までの中継ぎに過ぎず、芝法王の死去によって本来であれば、陰性を行う資格のない後白河上皇が、形式に陰性を行うことになったものとする。新税は、経歴的に芝法王の側近であって、法王の生前の意向通りに二条天皇による、申請を実現させる役割を担っており、将来的には新税によって、自己の陰性が停止させられると考えた後白河が、二条の 申請が始まる前に、新政を排除して、明日ともに、自己の陰性を実現させるために引き起こしたのが平治の乱であったと、論づけている。なお、河内説では、二条新政派と後白川上皇の、対立の開始を平治の乱以後とし、藤原教衆、重み方ら二条天皇側近もこの段階では、新政との対立はあっても、後白川とは対立していなったとする。また、 三条殿の炎上が信頼、吉友側の放火とする十分な裏付けはなく、失火ではないかと推測している。ところが、新勢と同様の立場に立つ三条公共によって二条天皇が平の清盛の事と的保護下に置かれ、苦行たちがそこに結集したことで、苦下社会に擁立されたこの天皇が、父の上皇と対決するという構図が形成された。ために、後白河はやむなく信頼らを切り捨てた。 つまり、25日の晩の二条天皇の六原行行の段階ですでに、平治の乱は終わっており、翌日の戦闘は、敗北を悟った義友による最後の抵抗に過ぎず、清盛側から見れば、暫的への総当戦であったと、いうことになる。この説に対しては、元木屋僧が、院の立場から新税を排除するなら罪を被せて、入るすればよいはず、二条申請を阻止するためには、 神勢より二条側近の排除が第一のはず、外籍である教衆が清祖師に加担するのは不自然。後白川が持ち人を含めた藤原主子書生の御子を考慮した形跡がないとの趣旨で批判している。平治の乱を題材にした文学に平治物語がある。同書は作者不明で前参観の軍記物語であり、平時物語を題材に絵巻物の 平時物語絵巻が描かれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。